回は私がいつも実践しているながらでできるトレーニングをお伝えします。じゃあぜひお願いします。まず床に座ってください。それで両足を思いっきり広げます。背中が丸くならないように上体をまっすぐしたまま前に倒します。じゃあゆっくり倒してみましょうか。あー、来てます来てます。はい、じゃあそこで数えますよ。1、2、3、4、5。はい、じゃあ体を戻します。じゃあ今度は右側に倒しますよ。はい、ゆっくり1、2、3、4、5。はい、体を起こしてください。じゃあ反対側に倒します。はい、1、2、3、4、5。はい、戻します。でうつ伏せになって手は肩の下に持ってきます。ゆっくり肘を伸ばして上体を起こします。ゆっくり伸ばしてください。はい、そうです。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻ります。いいですね。今みたいに顔を上に向けるとより効果的ですから、もう今のみたいに胸からお腹にかけて、そして股関節の前、フロントラインをストレッチする感じですね。1、2、3、4、5。はい、じゃあ戻ってください。足を伸ばしたまま床に座ってみましょうか。はい、じゃあ足を、片方の足をもう片方の上に乗っけて、今右を乗っけてますか。そうですね、左を入れて、はい、じゃあ体を上体をひねってキープしましょう。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻して、今度反対側をやってみましょうか。はい、いいですね。はい、じゃあぐーっとひねって、1、2、3、4、5。はい、じゃあもう一回、一度でいろんな筋肉が伸びますから、特に大きな筋肉がリラックスできるので、もうそのまま楽になります。はい、じゃあゆっくり戻って、呼吸もゆっくりするとより効果的ですよ。はい、で今度1、2、3、4、5。はい、よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。動画のコメントでお悩みも募集しています。そしてすぐに使える健康法が満載の元気の時間は毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。チェックお願いします。緊急企画、先日放送した元気の時間生放送でお答えできなかった新型コロナの気になる質問にお答えします。6月7日配信スタートです。お見逃しなく。